続いて皆様に予想されている次のニュース、サッカー。でもこれはスペインのサッカーのニュースです。アルゼンチンのエース、リオネル・メッシ選手がプレーする、現在はスペインのスーパーカップというトーナメントでプレーしております。この春、月曜日はバルセロナ対レアル・マドリッドというスーパーダービーが行われ、この試合1対3にバルセロナが負けてしまいます。今日はまたバルセロナはレアル・マドリッドで対戦し、この3つの1対3というスコアをひっくり返して勝利しなければなりません。そして月曜日、3対1というスコアで負けてしまった、メッシ選手は自身のアカウントに到達しました。大変な日でも立ち上がらせるなというメッセージを残しました。皆様ご存知のようにバルセロナはネイマール選手、メッシ選手、そしてスアレス選手と、トリオを組んで、バルセロナの攻撃の一環であったネイマール選手を、フランスのパリ・サンジェルマンに移籍となり、現在リオネル・メッシ選手のコンビを組む、この選手は足りないのというのもあるんでしょうか。なかなかリオネル・メッシ選手